ごきげんよう。起爆剤講演家の宮崎文隆です。起爆剤とはネタを起こして輝かそうとですね、私全国を町よくして歩いてきましたら、宮ちゃんせっかくみんないい子して寝てるのに起こして村騒がしをしてどうするんだというんで、私はネタを起こして輝かすんだと言って全国1000カ所ぐらい歩きましたから、その時の起爆剤を持って今起爆剤講演家と名乗っております。今日は昨日ですね、75歳を迎えたんですけど、夜歯間ブラシでこう歯をこうやっていましたら、中でポロッとなんか口の中で落ちたんですね。あれと思ってみたら、あの歯へかぶせてる銀のかぶせが取れたんですね。それで早速明日行こうと思って、今朝、3時に起きまして、まあいろいろ物事をやってですね、5時から歯医者に出かけました。朝5時に出るんです。なぜかと申しますと、6時から受付で書くようになってです、名前を誰が何番かと。ですから5時に出ていきましたら、5時20分前に着きました。今日はなんと1番でした。1番名前書いて帰ってきて、また8時半に行って、それから10時まで治療がかかりました。でもここはですね、行って、すぐ私もこう治療できるかと思ったら、レントゲンを取ってくれまして、で、レントゲンを取ってやっぱり、虫歯結構進行しておるんで、これは虫歯を取ってから、根の治療をしましょうと。根の治療をやって、これ根の治療に結構何ヶ月もかかるんですが、根の治療をやって、それからそこに心房を通してまた歯を上にかぶせるという形になってくるわけです。で、なんとこの歯医者さんは十何年前に変わったと思うんですが、まあ歯医者を行ったとこからこう変わるのは勇気がありましたが、まあ変わったんですね。それが良かったですね。この歯医者はいろんな治療を先行してやってくれるもんですから、歯を抜くまでには、ならないんですね。私の友達もこの、食通の人がいましたけど、忙しい男でしたから、なかなか歯医者行かれなかったんです。そうすると行くと、もう歯を抜かなければならないぐらいになってますから、もう入れ歯になってくるわけですね。そうすると、やっぱり入れ歯でやってるとね、結構早死にしますね。歯の悪い人、結構健康に見えても結構早く死んでますね。歯というのはそれだけ体全体に影響を及ぼすのが歯なんですね。で、治療やってくれますから、歯が抜かなくて済む。で、私今日ですね、たまたまアシスタントの治療する人来たんで、私いつも歯が何本かと質問されるんですが、私の歯は何本ありますかね。はい、宮崎さん27本あります。あ、27本か。で、帰って27本というのはどういう人間においてどういうスタンスなんかと思って調べましたら、大体人は34本あるそうです。そのうち4本が親知らず。親知らずは抜けますから、抜けたら28本、大体あるそうです。そして、今、8020という運動が日本で、だいぶ前から数年前から起こってますが、それから歯がこうみんな、抜かなくて済むような形で残っています。今、80歳の人で、まあ、20本残そうという運動ですが、大体80歳で20本残っている人は、約 50% だそうです。それじゃあ80歳の人が平均何本あるかというと、約17本ぐらいあるそうですね。私は今27本ありますからね。これを残していって、頑張ろうと思っております。そして、この歯が、元気なということは、食べ物をバリバリ、もくもく、ガツガツ食べれますから、元気になります。確かに歯の悪い方は、外から見たら健康に見えても、結構いい食べ物、食事してるように思っても、早く死にます。歯というのは非常に体全体にすごく影響を及ぼしますね。さっき本見てましたら、中読んでないんですが、表紙だけ見ると、人生の9割は歯が決めると、すごいこと言ってるなと思ったら、世界の賢い人は全部歯がいいって、こう。私は恵まれたの歯を、歯医者を変えることによって治療されますから、27本あります。これは非常にいいですね。歯が元気ならば、確かに、健康寿命が伸びます。これは非常に大切なことですね。そして、歯に、勇気が今言ってますね。勇気ですね。元気、勇気、やる気ですが、勇気の遊び、心というんで、ちょっと思い出したことがあります。中学生の時に、男の先生で、まあ、真面目で面白くない先生がいたんですが、ある時その先生が、今日はも面白い、
話としてやろうって。この先生何を言い出すんだと思ったら、まあ結構怖い話をするような形で、どん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 こう、旅をしていって、夜になって訪ねたところは田舎のわら屋に入っていったと。入っていくとろうそくがついてて、ぼんやりとして、その向こうにおばあさんがいたと。おばあさん後ろ向きで見て、こう髪が長いずらだと、中にバラバラっとして、なんかちょっと恐ろしいようなおばあさんだった。それがこちらをピラッと振り返って、にたっと笑った。その時におばあさんの歯は全部なかった。これが本当の話だってその先生言ったんですね。もうこれ普段の真面目腐った先生の落差も面白かったし、まあなんとなくその身を乗り出してこのお家の面白さもあったりして、もうあの歯の話を思い出しました。そして歯はやっぱりあのやる気、これが出てきます。なんかやるときに歯を食いしばるというのがありますね。歯ぐっちゃ、歯が悪かったら入れ歯じゃ食いしばれません。歯が悪かったら食いしばれませんね。歯がよからぐっくしょってちょやる気が前に出てきますよね。そして歯を誰に見てもらうか、まあ、歯をこう見てもらおうとこう自分で勇気づけていくか、元気を出して歯医者に朝早く起きていくか、それによっていや健康寿命というか健康というか人生というか、これやっぱり大きく決まりますね。歯医者をどの歯医者を選ぶか、そして歯医者に行くとこの元気勇気やる気くれ出てきます。そうすると何がいいかというと、これが最後言いたいんですね。歯が丈夫であれば何か、そう、高齢者から高齢者から高齢者になるためには歯をきっちりと整えることです。これが極意です。高齢者から高齢者になるための決め手、極意、歯です。歯、これが本当の今いい話になればいいんですが、私もしっかりと歯を食いしばって、あ、これだ、今年中にチャンネル登録を1000人するように頑張っていこうと思っております。木材工員からの宮崎文隆がお送りしました。また明日、ごきげんよう。